その先輩方とお話しする機会だったりとか、そこでも授業を受けさせていただいたりとかして、学科の雰囲気がすごくいいなっていうふうに感じたので、この大学受験しようっていうふうに決めました。一流の先生方がいるので、その先生の下で言語聴覚士とはどういうものなのか、どうやってやっていくべきなのかを学べることがとても良かったなと思っています。コミュニケーションが難しい方だったり、難しいお子さんに対して自分がコミュニケーションのプロになるっていう、話す、聞く、理解する、そして食べる、飲む、言語聴覚士はこれらの機能に障害がある人に評価や訓練、指導などを行う医療専門職です。栃木県大田原市にある国際医療福祉大学言語聴覚学科は定員80名、広大なキャンパスには言葉や聞こえに特化した施設である言語聴覚センターや特別養護老人ホーム、認定こども園などさまざまな医療福祉施設を併設していて、理想的な教育環境で学ぶことができます。国家試験合格者数は4年制大学の中で全国1位を誇っています。秘訣は本学独自の国家試験対策、言語聴覚士養成校のパイオニアとしてこれまでに蓄積されたノウハウを生かした手厚いサポート体制を整えています。経験豊富な教員が国家試験の問題傾向を分析し作成したオリジナル模試や国家試験対策講義を実施、試験を突破する実力を確実につけていきます。模試も多く取り入れていて、先生からもすごいフィードバックとかもらえるので、国試対策の面でもすごい学校の魅力だなと思っています。学生が向かっているのはキャンパスの中にある言語聴覚センター。ここは言葉や聞こえ、飲み込みの機能に障害を持つ人の検査や診断、リハビリテーションに特化したアジアでも有数の専門施設です。大田原キャンパスの学生たちは1年次から言語聴覚センターを活用し、最新の知識や技術を体系的に学びます。これは小さなお子さんの聴力検査の様子です。言語聴覚士は音へのわずかな反応を見ながら正確な聴力を評価します。失語症のある方への言語訓練では、学生が評価や訓練の計画を立て、教員の指導のもと訓練に使用する教材を作成したり、実際の訓練の場に参加します。センターでは学科の教員が言語聴覚士として患者さんの検査や訓練にも携わっています。患者さんに協力してもらいながら、第一線で活躍する専門職から日常的に指導を受けられるのは大田原キャンパスならではの大きな魅力です。グループ学習も積極的に導入しています。与えられた事例や課題に対して情報を整理し、討論を重ねながら、より良い解決方法を導き出す力を身につけます。こう単語とかもうちょっと聴覚的理解が良くなるために、高校生まではやっぱり教科書をただ読んで、先生が黒板に書いたのを書き写してっていうのが普通の授業スタイルだなっていうふうに思ってるんですけど、グループでディスカッションしたりだとか、あとは失語症の方ではグループ学習とポスターツアーだったり、訓練主義を練習する時間があったので、グループでディスカッションして友人から教えてもらったりすることで学びは深まったかなと思ってます。充実した大学生活を過ごせるようアドバイザー制を導入。教員が一つの学年につき10人前後の学生を受け持ち、学習面から学生生活まで相談や援助などを行っています。日頃から学生の不安や悩みに応えることで学業に集中できるよう細やかにサポートします。勉強のことだけじゃなくて、その学生生活だったりとか、面談の時もすごく親身に相談には乗ってくださったりとか、
もちろん4年生になってからはやっぱり勉強のことで相談することが多いので、そういう時も丁寧に時間作って相談乗ってくれるので。補聴器をしている友達がいて、その子と遊んだりだとか話して仲良くなっていくうちに、やっぱり小学校の時とかのこそこそ話がその子聞こえなかったりだとか、そういう少し障害があってコミュニケーションがちょっと取れなかったり難しさがあったり、そういう子に対してその子の長所を見つけてコミュニケーションがこんなに楽しいっていうのを知ってもらえたらなっていうふうに思って、自分が何かできることはないかなっていうふうに考えて言語聴覚士になろうと決めました。高校3年生の時に大学に来させていただいて、模擬授業を何講義か受けさせていただいたんですけど、その時に言語聴覚士っていう仕事を初めて知って、すごく魅力ある仕事だなって思ったので、言語聴覚士を目指すことに決めました。人がずっと生きていく上で食べることとかお話しすることってすごい大切なことだと思っていて、その手助けをできるのが言語聴覚士の強みだなと思いますし、そういう部分を支えていければなと思っています。家族とコミュニケーションが難しい失語症の患者さんだったり、お母さんが子どもの育てるのにやっぱりどうしたらいいかわからないっていうのを、専門的な視点から自分で助言することができるので、自分で考えを深めた上でアドバイスしたりだとか一緒に考えていったりできるっていうのが ST の魅力かなと思ってます。オンラインリハビリテーションにおける他者の視線が反応に与える影響、コロナの影響もあってオンラインが主流になってきている時代なので、それは今後の医療を考えていく上で自分の糧になったかなと思ってます。人と話すのが好きだったり、あとは何か自分でできないかなっていうふうに考えている子とかは、ぜひ言語聴覚士、言語聴覚学科だったりをちょっと調べていただければなと思ったりもしますし、私、4年生の夏に関連職種連携実習に参加させていただいて、実際にこの大学の他学科と一つのチームを組んで一人の患者さんの問題点を考えたりとか支援について考えたんですけど、そのカリキュラムがある大学も少ないと思うので、それはすごくいいところだと思います。言語聴覚士はとても魅力のある仕事なので、少しでも興味を持ったらオープンキャンパスなどに参加してみてください。充実の学習環境、豊富な実習施設、教員や先輩による全面的なバックアップ、国際医療福祉大学大田原キャンパスでは言語聴覚士を目指すあなたを待っています。